皆さんこんにちは。今日から10月に入ります。だんだんと秋も深まってまいりました。御言葉を黙想していく良い季節になったのではないでしょうか。本日の聖書箇所はエゼキエル14の1節から11節です。タイトルは罪と偽善は裁かれ関係は回復しますです。エゼキエル書14章1節から11節。イスラエルの長老たちの幾人かが来て私の前に座った。その時私に次のような主の言葉があった。人の子よ、これらの者たちは自分たちの偶像を心の中に秘め、自分たちの不義に引き込む者を顔の前に置いている。私はどうして彼らの願いを聞いてやれようか。それゆえ彼らに告げよ、神である主はこうおせられると言え、心の中に偶像を秘め、不義に引き込む者を自分の顔の前に置きながら、預言者のところに来るすべてのイスラエルの家の者には、主である私がその多くの偶像に応じて答えよう。偶像のために皆私から離されてしまったイスラエルの家の心を私が捉えるためである。それゆえイスラエルの家に言え、神である主はこうおせられる。悔い改めよ。偶像を捨て去り、すべての忌み嫌うべきものをあなた方の前から遠ざけよ。イスラエルの家の者でも、イスラエルにいる在留異国人でも、誰でも私から離れ、心の中に偶像を秘め、不義に引き込む者を顔の前に置きながら、私に尋ね求めようと預言者のところに来る者には、主である私が答えよう。私がそのような者から顔を背け、彼を印とし語り草として、私の民のうちから彼を立ち滅ぼすとき、あなた方は私が主であることを知ろう。もし預言者が惑わされて言葉を語るなら、主である私がその預言者を惑わしたのである。私は彼に手を伸ばして、私の民イスラエルのうちから彼を根絶やしにする。こういう者たちは自分たちの咎を負う。この預言者の咎は尋ね求めた者の咎と同じである。それはイスラエルの家が二度と私から迷い出ず、重ねて自分たちの背きの罪によって自分自身を汚さないためであり、彼らが私の民となり、私も彼らの神となるためである。神である主の御告げ。エゼキエルは預言者です。そして預言者というのは神からのメッセージを聞くことができる人です。しかし神のメッセージは時には厳しいものであります。預言者はそれをも甘んじて聞かなければなりません。そしてそれを民に告げなければならないのです。14章1節にはイスラエルの長老たちの幾人かが来てエゼキエルの前に座ったとあります。イスラエルの長老ですから、いわば民の代表のような人々です。彼らは何か神の言葉を聞きたいと思ってエゼキエルのもとにやってきたのでしょうか。あるいはこれからのイスラエルの民について一緒に話し合おうとしてやってきたのかも分かりません。まあ、いずれにしてもここに長老と預言者が集まったわけですから、そこでは大事な話し合いがなされなければならないのです。まあ今でいう首脳会談、
サミットのようなものかもしれません。しかしその時、神様がエゼキエルに語られた言葉はこうでした。重要書の3節。人の子よ、これらの者たちは自分たちの偶像を心の中に秘め、自分たちを不義に引き込む者を顔の前に置いている。私はどうして彼らの願いを聞いてやれようか。イスラエルの長老たちは長老という立場でありながら、密かに自分たちの心の中に偶像を秘めているというのです。したがって神は彼らの願いを聞くわけにはいかないというのです。本来は民を導き、その模範とならなければならないはずの長老たちです。しかしこの当時はイスラエルの人々の間に偶像礼拝がはびこっていました。それが民の長老たちの間にまで広まっていたということになります。さてこのエゼキエルは南ユダ王国の預言者であったんですけれども、それより百数十年前にはもう一つのイスラエル人の国、北イスラエル王国というのがありましたが、この北イスラエルはアッシリアによって滅ぼされていました。この北イスラエルが滅びた主な原因というのは人々の偶像礼拝の罪であったのです。その罪のゆえ神の怒りが北イスラエルに臨んだわけです。このように偶像礼拝という罪は、まことの神様に従う人々にとってはまず避けなければならない罪です。しかし民の代表である長老たちがその罪を犯していたのでは、これはもう話になりません。そして14章3節には偶像を心の中に秘めとあります。ということはもしかしたら、彼らはですね、目に見える形であからさまな偶像礼拝をしていたわけではなかったのかも分かりません。しかし目に見えようと見えまいと、大事なことは心の中がどうであるかということです。そしてこれは現代の私たちも同じことです。たとえ目に見える偶像を礼拝していなくても、心の中に密かに偶像を作っているとするならば、それは偶像礼拝の罪となるのです。その偶像というのは何も他の神々だけではありません。自分が固く握って手放そうとしないもの、自分の家族、恋人、あるいは自分の地位や名誉、肩書き、プライド、このようなものが偶像になる場合もあるのです。このままでは神の祝福を受けることができないこのイスラエルに対して、さらに神はこのように言われます。14章6節。それゆえイスラエルの家に言え、神である主はこう仰せられる。悔い改めよ。偶像を捨て去り、すべての忌み嫌うべきものをあなた方の前から遠ざけよ。神の祝福を再び受ける方法というのはただ一つです。それは悔い改めと、それに伴った具体的な行動です。つまり罪を悔い改めるとともに、具体的に偶像を捨て去り、忌み嫌うべきものを遠ざけるということです。悔い改めには行動が伴わなければなりません。もし偶像礼拝の罪を犯しているとして、それを神様の前に悔い改めたとします。しかし相変わらず偶像がそこにそのまま残されていたらどうでしょうか。
いつかまたその人は偶像礼拝に戻ってしまうという恐れがあるわけです。まあ、人間にはそのような弱さがあるのです。そのためにも神様は具体的な行動を伴った悔い改めというものを求めておられます。また神の言葉を語る預言者の責任も大きいのです。14章9節、もし預言者が惑わされて言葉を語るなら、主である私がその預言者を惑わしたのである。私は彼に手を伸ばして私の民イスラエルのうちから彼を根絶やしにする。神様は偽預言者に対しても罪を犯した者と同等の裁きをなさるのです。もちろん神様はただ厳しい裁きをされるだけのお方ではありません。ご自分に従う者に対しては大きな祝福をくださる方でもあります。14章の11節、それはイスラエルの家が二度と私から迷い出ず、重ねて自分たちの背きの罪によって自分自身を汚さないためであり、彼らが私の民となり私も彼らの神となるためである、とこのようにある通りです。神ご自身が私があなたの神となると、そう宣言してくださいます。この大きな神様の恵みをいただくためにも、私たちは偶像を捨て去り神に従うものとならせていただきましょう。心の中から偶像を捨て去り神様に従ってまいりましょう。お祈りいたします。愛する天皇神様、感謝いたします。あなたは罪は裁かれるお方です。そして私たちも密かに心の中に偶像を持っているならば、どうぞその罪をあなたの前に悔い改めることができますように。自分でも気づかないような罪があるならば、それをどうぞ気づかせてください。そして悔い改めと同時にそれを捨て去ることができますように。今度は神様の祝福をいただけるものとさせてください。どうぞこれからも偶像を捨て、あなたに従い、あなたの祝福をいただける人生を歩むことができるように導いてください。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。